2009年左から4人目ラスカルズ1969、フェリックス・キャバリエは、アメリカ合衆国のシンガーソングライター、音楽プロデューサー、ミュージシャンである。ヒット曲、ペパーミントツイストで知られるジョーイ・ディースターライターズのメンバーであったが、ヤングラスカルズでの1960年代の活動が、最も有名である。ラスカルズの他のメンバーは、エディ・ブリガティ、 ディノ・ダネリと人工ニッシュ。キャバリエは有名な6枚のシングルで歌った。10代でステレオズに参加し、大学時代にエスコーツを結成。後にローラ・ニーロやジミー・スピアリスなどのアルバムを制作した。1980年のシングルオンリー・ア・ロンリー・ハート・スイーズは、ビルボード・ホット100チャート36位。アダルト・コンテンポラリーチャート2位。 元ラスカルズのディノダネリとスティーブ・バン・ザント制作のリトル・スティーブンとソウルの死とのアルバム女のいない男たちに参加した。しかしキャバリエはこの事実を全否定しておりリトル・スティーブンのバンドのメンバーであったことは一度もないと主張している。アルバムドリームスイン・モーションを1994年にドン・ボズ制作で録音。翌年ビンゴスターの第3次。 オールスターバンドに参加し、全米ツアーした。キャロル・キングのヘイガールをビリー・ジョエルが1997年にカバーしたシングルの公式ビデオでキーボードを弾いているのが見られる。が、録音には参加していない。2006年10月15日にバニラ・ファッジをロングアイランド音楽の殿堂に殿堂入りさせた。2008年、スティーブ・クロッパーとアルバムナッチーと アップアノッチを録音2008年7月29日に発表。フェリックス・キャバリエのラスカルズとしてツアーを続け2009年6月18日にエディブ・リガティと共にソングライターの殿堂入り。2010年4月24日にラスカルズの4人全員が再結成しニューヨークのトライベッカグリルで開催されたクリスティアンカー基金のために演奏した。 ラスカルズは2012年12月に、ポートチェスターのキャピタルシアターで6つのショーに登場し、ブロードウェイのリチャード・ロジャース劇場で2013年4月15日から5月5日まで15日間演奏。現在、ワンスアポン・アドリームツアーで北米をツアー中。このツアーは、往年のラスカルズファンである、スティーブン・ワン・ザントと、妻モーリリンが企画した。キャバリーエ夫妻は、ナッシュビル在住。 ありがとうございます。